乾杯。乾杯。乾杯。溝にはまった車のタイヤあたりに3匹のウサギが何やらごそごそしている様子が見えたんです。どうもー、横千代でーす。ね、久しぶりの女子会始まったわよ。女子会のまずレギュラー陣のご紹介をしたいと思いますわ。ポジティブ3姉妹のまず長女の桜花ちゃん、自己紹介どうぞ。私がポジティブ3姉妹長女のあいうえ桜花です。桜花たんとか桜花お姉ちゃんって気軽に呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。久しぶり桜花ちゃん。久しぶりです。はい。そして次女のあれメルちゃんの姿が、あれメルちゃんが、うちのさ真ん中の妹のメルちゃんがいないんだけど、うん、今日どうしたのかな。いないけどメルチオちゃんっていう方が、ね、めっちゃ怪しいマダムが手振ってるけど、あ、ちょっとメルチオちゃんどうぞ。はい、どうも皆様はじめまして。え、メルネコパンダの知り合いのメルチオと申します。どうぞよろしくお願いします。あら、エレガント、かわいい。パンダになっちゃってるってわけ顔が。そうなの。私あの生まれてからずっとこの顔ですけれども。それが素顔。女子会始まって以来今一番静かにならなかった。あまりのことに。かわいい。メルチオちゃん。はい、ちなみに尊敬する人はあのですね、私の姉と、はい、もう尊敬しております、うん、セバチオでございます。あら、だからそういうセバチオちゃんとね、なんか同じようなっていうか同じではないけど、ええ、そうなんです、色違いです、うん、奇抜な、うん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ヒルちゃん真っ黒。はい、続きまして三女のはるくママちゃん、どうぞ。お勉強しすぎてちょっとグレました。あら、でもかっこいいわよ、なんか、うんうん、そうでしょ、うん、新横山由紀推しだからね。おー、あら、かっこいいわ。大会ライフよろしく。かっこいい。じゃあ、よろしくお願いします。え、はるくママちゃんね、前回の女子会の時すごくガリ勉みたいな格好で出たと思うんだけどね、丸眼鏡に。勉強嫌になった。もう勉強嫌になったから、もう民族眼鏡からそういう風になっちゃったの。うん、そう。あら、今回のこの夏休みでそうなっちゃったんじゃないの。うん、ちょっとデビューしちゃった。はい、ありがとう。そしてこの女子会になんとゲストの方が来てくれております。豆柴ちゃん、どうぞ。はい、豆柴と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普通ですいません。嬉しい、ゲストに来てくれてありがとうね。普通ですいません。ねえ、躊躇したんじゃないの、呼ばれて帰ろうと思いました。ログインした時にね、ちょっとやばいと思ってね。目が点になっちゃってごめんなさい。負傷したもんね。どうしていいか分かんない、ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、そしてこの中にね、もう一人の方ゲストで後ほど来られますんで、はい、ちょっと楽しみ、遅れてやってくるということで、まずは、5人で、始めたいと思います。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ、イエーイ、イエーイ。はい、じゃあね、女子会始めるわよね。あら、豆柴ちゃんもう飲んじゃってるけども。いける。お飲み物紹介とみんなで乾杯をしましょう。私はこのハイボールレモンでございます。宝の。おー、おしゃれおしゃれ。桜花ちゃんは何飲んでるかな。はい、私ね、お腹が真っ黒だからすべてすべてと思って白い缶を選んでみた。オールフリーのノンアルの、ね、ノンアルね、ノンアルで、ね、はい、これでね、お腹とお肌白くしていこうと思ってます。缶が白いだけです。別に飲み物が白いわけじゃないからね。え、これ飲んだら白くならの？それならないわよ。ならん？ならんわよ。しまった。はい。じゃあ、メルチオちゃん、飲み物は何でしょうか？見えますかね？あ、見えますわ。ロイヤルミルクティーでございまーす。あーら、エレガント。ねえ、様になってるわ。うん、
ね、はるくん。好きなね、あの、お部屋。なんか、王室みたいな。ね、ホテルみたいなね、うん。そうなんです。あの、いつもこういうところに住んでおります。あら、エレガント。はい。はるくん、ママちゃんは何でしょう？はるくん、ママちゃんは、ほろよりの冷やしパイン。ああ、よっけー。パイン美味しそう。初めて見ました。ねえ。美味しそう。夏だけ。パインのやつってあんまり見ないよ、うん、私。なんか、花火。うん。夏仕様なんですね。うん、夏仕様よ。ああ、美味しそう。かわいい。ねえ、女子のお飲み物って感じね。うん。かわいいでしょ。それぞれ。うん。何？そして、豆柴ちゃんは何でしょうか？お！レモンド。さすが。一個からです。いや、一個から。はい、ま。飲んでしまいました。豆柴ちゃんね、すっごい飲むのよ。足りない。うん。今、ちょっと追加を主人に買いに行ってもらっております、ね。あららら。はい。お酒買ってこいとね。はい。ご主人さんがもう、怯えながら買いに行ったっていうね。もう、すっとんで。切れあお酒が切れたらちょっと凶暴になっちゃうみたいな感じで、やばいってね、買いに行って。ああ、そう。ね、この、空き缶こうやってね、水滴がポトポト落ちて、もうないわよ、なんか言いましてね、旦那さんがビビって買いに行ったんでね。しかも台風が来るかもしれないという、この中で。あんまりこちらは降っていなくて、割とあの、平和な一日でした。ああ、そうね。はい、私んとこもまだ全然大丈夫よ。うん、一回ね、降ったけど、まだまだ今大丈夫。うん、まだ全然大丈夫です。何の？今から？今から。今から強くなるんだ。うん。そうなのね、今からよね。うんうんうん。お気をつけくださりませ、ね、うん。そうね、ほんと。うん。うん、ねは、あ、はい。ということでね、飲み物紹介したということでございまして、うん、私たちこの女子会の、やっぱ女子会ということであってね、このオープニングが結構長いでございますからね。乾杯しましょう。うん。はい。いいよ。皆さん。聞こえないのかな？はい。乾杯。乾杯。乾杯。見てる方も乾杯。皆さん見てる方も一緒に飲みましょう。うん。おいちい。うまい。オーカね、オーカあのアルコール全然好きだし飲めるし強いんだけどさ、うんうん、夜中にまたさあの出稼ぎ行くからさ。ああ。ねえ、その占いされる方って本当、はい、深夜とかそういう時がお客さんが多いのかしら。そう、やっぱり夜が多いよね。でも昼も、うん、昼は昼でかけてきてくださる方。うん。うん、10時、11時とか、お昼のね、うん。多いけど、やっぱり夜が多いかな。なんかね、夜ほら、眠れない時に、なんか、そうあ、ちょっと、ね、不安というか、そういう時に、悩みを聞いてほしいとか、解決してほしいみたいなことはあるのかしら。そう。あと、ちっちゃいお子さんのママちゃんなんかね、うん、お子さんも。あ、そっか。待ってね、うん、もう方の3時4時とかぐらいに、うん、4時3時4時、うん、え24時間対応してるの？そうそうそうだよ、そうそうそう、そう、なんかねお電話で占いされてる方ってなんか、うん、ねこのあと真夜中っていうか深夜に活動したりしてるからと思って、このオオカちゃんだけじゃなくてね、うん、そうそうそうなの、あ、そんなそういった時間にすごく需要があるんだと。需要があるね、うん。そう。みんな眠れないんだよね。うん、そうね。うん。豆柴ちゃんは本当にね、お酒が大好きでね。あの、階段イベントでね、これバーのとこで階段イベントのがあると、うん、ずーっと飲んでるの。でもすごくね、そのお店の人にとっては、いいお客さんというかありがたいお客さん。本当ね、本当に、うん、何杯も何杯もね、おかわりして飲んでるね。うんうん、いやなんか飲みよね。なんか飲まないと居づらいっていうところもあって、うん、やっぱなんかお金にならないでいたら申し訳ないんじゃないかなって。ああ、そういう意味で、あ、もう、はい、と、まあ飲めますし。うん、まあ飲むのは好きだけどもっていうね。大好きですね。うん。
好きだけどもできる限りそうやって、ね、そうです。両親が商売やってたんで、うん、どうしても、うん、空酒ではいられない。なるほどね。私も親がやっぱり飲食店やってたし、私も、いつも豆柴さんと一緒。うん。お店の事情がわかるから、うん。ね。はい。そう、飲み屋さんじゃなくても、喫茶店とかでもこう、長くなったら、ああ、ねえねえねえ、うん。代わりしないと、そうですね。空気出されてなくてもね。うん。こっちで思っちゃう。そうですね。まあ、その方が自分が、心置きなくその場を楽しめるので、ただもうそれだけなんですけど。いい考え方は本当に素敵。すごいわかる。うん。うん。でも豆柴ちゃんと本当、飲んでもそのまんまよ。あ、本当ですか？うん。よかったです。変わらない。見たいの？メルネコパンダが、この間豆柴さんと飲んだという話を私、LINE で、お聞きしたんですけれども、うん、全く顔色が変わらなかったと言っておりました。ああ。かっこいいね。フラフラしない？フラフラも？うん。あ、フラフラしますよ。記憶は、私ね、結構記憶飛ぶんだ、飲み会行くと。ああ。私も、もうほぼ記憶はないです。うん、あ、そうなんだ。豆柴ちゃん、そう、あんま変わらないんだけど、一番最初の時のこの、開会ライフ最高っていう動画があったでしょ？はい。みんなでやってもらった。あれやったこと全く覚えてなかったっていうね、豆柴さん。はい。何も、可愛いやつ？そう。何も覚えてなかったですね。酔っ払ってたからあんな可愛くできたのね。なんかちょっとほら、独特の。ああ、ねえねえ。かいかいライフの中ね。なんかこう、文字とか移動させるとか編集でできたら、そこに載せてもらってもいいなと思って。あ、そういうところまで考えたの？はい。はい、すごいわね。うん。いや、豆柴ちゃん、ほんと面白いのよ。何にもかもが面白いの、本当に。何も面白くないです、本当に。うん、今日深掘り、いや、そのね、オカルト的な体験談も面白いし、うん、豆柴ちゃんというこの生き方とかね、うん、そのライフスタイルでもすごく魅力的な方。うんうんうん、嬉しいです。ただ寝てるだけなんですけど、毎日。よく言いますわ。ねえ。うん、聞いたいいわよ、いいわよ。うん。X ね、でも、こう、つながってるんだけど、豆柴さんの X で、すごい可愛い、トーシューズのリメイクだったっけ、あれ、可愛い。あ、トーシューズ、はい、よかったかしら。あ、大丈夫です。そう、クラシックバレエの、うんうん、グッズをね、可愛らしくリメイクされたんだけど、お仕事で。うん、でだから豆柴さんもクラシックバレエなさってるのかなと思って。あ、私自体はバレエはクラシックバレエは一度もお稽古をしたことがなくて、うん、父が社交ダンスの講師を、うん、本業とは別にしていたので、うちの家族の必須科目として社交ダンスは小さい時からやらなきゃいけなくて、うん、かっこいい。で、妹と私と二人姉妹なんですけど、うん、妹も私も社交ダンスはやってました。うわぁ、あ、で、妹さんプロのダンサーさんです。そうです。社交ダンスから入ったんだ、うん、珍しい。ですね。へ、もう今は主婦で子育てが忙しいので、家業を継いでますけど、未だに踊りには行ってます。うわ、かっこいい。うんうん、かっこいい。ちょっとかっこいいのよ、豆柴ちゃん、ほんと。某、ネズミの夢の国で妹は踊ってました、うんうん、しばらく。そう、言ってましたね。すごい。某ネズミの国といえばメルちゃん、メルチオちゃん、大好きでしょ？あ、私ではございませんが。メルネコパンダはよく言ってるようです ね、うん、ちょっと私あの方とはそんなに仲良くございません。申し訳ございませんが、本日はちょっと私どうしたらいいのかわからないんですが。大変だ。申し訳ございません、ね、この後ろのブレなさっぷりにさ、ね、今めちゃウケてるんだけど、ね、崩そうとしない姿、崩せ、ね、素晴らしいです。そして何なのよ、そのあっぱれって。
良きかな。さすが。一つ一つ怪しすぎる。ねえ、細かいわね、メルちゃん。あれ、ネイルもそれ黒。あ、かっこいい。これ何？あ、いろいろ。ちょっともうちょっとカメラして。え、すごい。あら、おしゃれ。え、すごい。ネイルサロン行ったの？今日の収録のために。あ、自前でございます。あ、え、自分でやったの？上手。ね。よだもんね。あ、ね、メルチオさんのほら、あとお友達のメルネコパンダさんね、被り物も手作りされるもんね。うん、あ、そうですね、確かにね。作るのがね、好きなんだ、ね。とても器用な方でね、いらっしゃるからね、うん。そうなんです。実はこれ、私が作ったのではなくて、メルネコパンダが作ったんですけれど、これ置いとくから、あとよろしくと言われてしまって、私、ただ来ただけなんですね、こちらに。あ、そうですか。何も聞いておりませんで、もう本当に、後でメルネコによく言っときます。大変だ。ね、ブレない、ブレないのも大変だわよ。横千代ママの大変だが、すごい、実感こもってておかしかった。あ、ちょっと、じゃあね、もういきなりだけどもさ、なんか、豆柴ちゃんと、お話聞きたいわね。うん、聞きたい。豆柴さん。ね、ただちょっと、ゲーム取ってくる。すいません、なんか無計画でここに座っておりますって何にも。ああ、もういいんですよ。みんなでわちゃわちゃお話しするのかと思っておりましたので。うん、ああ、そうなの。はい。もう僕、私も無計画でございますからね。何を。ただ、豆柴ちゃんがやっぱり、もう、違うコーナーに出た時にも、大岡ちゃんがね、うん、豆柴ちゃんと共演したいわ、なんてことを言ってですね。ああ、ありがとうございます。うん、もう私こそです。うん、大好き。大好きです。それでね、なんか不思議な話みたいなのちょっと聞きたいわねと思って。はい、まあ。飛行機のやつか、まあそれじゃなくてもいいし、あ、豆柴ちゃん多いもんね、飛行機じゃなくてもね。うんうんうん、いや、そんなことないです。恐れ入ります。私、ちょっと豆柴さんのことで、ちょっと豆知識をちょっと仕入れてきたのですが、どうやら、前に、留学されていた時に、うん、三匹のうさぎさんのちょっと不思議な話を聞かせていただいたと、メルネコパンダが言っていたんですけれども、そちらの話はいかがでしょうか？それをリクエストで。ああ。あ、三匹のうさぎ。よろしければ、よろしくお願いいたします。ああ、いいわね。なんか、ちょっと三姉妹みたいな感じと、関係がね、あるような。うん。あれですね。なんかすごい昔にお話しさせていただいたやつですね。ちょうど皆さんも本当うさぎみたいな方々ばっかりだから。どういうことですか？大一をこうやって。うさぎみたいにね、可愛らしい方ばっかりだから。すごい昔の話なんですけれども、はい。アメリカに住んでた時のお話だったかと思うんですが、うん、私が中学1年生の時のお話なんですね、はい、でその日はホームステイ先のママと、うん、ステイ先の私より3歳年下の娘さんとで、うん、映画を見に出かけてたんですね、うん、で車で自宅へ帰る途中に、うん、車のタイヤが溝にはまってしまい車を再度発進させることができなくなってしまったんですね、うんうん、でその場所は自宅まで歩いて10分ほどぐらいだったかと思ってるんですけれども、うん、私たちは、まあ、とりあえず車が動かないものですから、うん、3人で歩いて自宅に戻りました、うん、で、自宅にはステイ先のパパと、ステイ先の私と同い年の息子さんがおりました。うん、で、事情を説明して、もう1台の車に全員で乗り込み、溝にはまった車の元へ向かいました。うん、そして車のライトが前方に現れた溝にはまった車を照らし始めたんですね、うん、すると溝にはまった車のタイヤあたりに3匹のウサギが何やらごそごそしている様子が見えたんです、うんうん、で車内の家族がそれぞれにウサギだとか、うんうん、じゃないとか可愛いウサギじゃないのと車を止め
牽引の道具を手に、パパと息子さんを先頭に、溝にはまった車に近づきました、うん。パパと息子さんが、タイヤ、溝にはまってないぞ、と、ママと娘さんと私が近づくと、うん、タイヤが溝から出てたんです。え？私がステイ先に、お家に来る3週間ほど前に、ママが同じ場所で、コウサギを保護したそうです。一週間半ほど看病して、同じ場所から自然に帰そうとしたと話してくれました。うん、家族は、コウサギの家族がタイヤを溝から出してくれたんだと大はしゃぎの大笑い。不思議な3匹のウサギのお話でした。うわ、いい話、すごい。何そんなことが現実に起こり得るの？ウサギの恩返しだ。本当。ねえ。珍しいですよね。私も本当にびっくりして、確かにあの、うん、ガタンっていう振動もありましたし、うんうんうん、まあアメリカの大変田舎の町にホームステイさせていただいてたので、うんうんうん、あの野生動物も非常に多いので、はい、まあ状態が良ければ車で入った方が断然安全なんですね、うんうん、なので、まあ、中途半端に確認はしておらず、きちんと溝にはまってしまい、前にも後ろにも行けない状態は確認したはずなんですね、うんうん、でやむを得ず判断して3人で歩いて自宅に帰ったのは、まあ、私も目で見てますし、うんうん、まあママも娘さんも確認して、うんうん、まあ、パパと息子に怒られるわね、なんて言いながら歩いていたので、確かにハマっていたのは、目でも確認したんですが、うんうん、まあ、家族、まあ、私を含めて5人で別の車で行ったら、すっかり溝からタイヤが出ていて、でも確かに溝はあるんですよね。溝自体はやっぱりあって。ありますね。その道は私も昼間でも、あの学校に行くときとか、うん、あの通っておりましたので自転車とかで、うん、でその車が溝の脇の近い道路に、うん、そうです、ポンポンと移動してた、移動してた、数十センチで、でタイヤはどうでした？タイヤが例えば傷ついてたとか、うん、走れない状況ではなく、うん、あ、もう全然そのまま普通に乗り込んで、あの2台の車でお家まで、すごい、帰ることができましたね。わ、不思議。で後にあの、うん、ママがその私がホームステイに来る、まあ、2週間くらい前だったかな、うん、とお伝えしたと思うんですが、うん、あの保護をしたと、なんか、うん、こう倒れてるあのちっちゃいウサギがいて、うん、まあ、怪我はしていなかったんでしょうけど、多分あの脱水か、まあ、親と離れて餌が取れずに、うんうん、栄養失調状態で、うん、まあ、連れて帰って少し面倒を見て、うん、まあ、同じところで話した方が、うん、まあ、ウサギの家族と会える確率も高いだろうと言って返したのがちょうど2週間くらい前、うん、あ、3週間くらいか、うん、前のがあったから恩返しだねと言って、みんなで5人で笑って、まあ、その日は終わったと。で、またそれを笑えるご家族も素敵よね。そうですね。すごく穏やかなご家族で、うん、お母様は、あの、ご職業、看護師さんをされていて、なるほど、やはりこう、あの、こう、助けるとか、うん、サポートするとか、うん、そういった気持ちが、まあ、うん、他の職業の方よりも強い方かなとは、感じますね。へえ、本当に珍しい話。うん。いや、すごーい、ね。私もなんかそう、貴重な経験ができたなと思って、うん、それが実際、なんかどういうことだったのかは、まあ、あまり深く考えずとも、うん、まあ、前後の話って素敵なお話なので、まあ、それはそれで、ね、うん、それをね、面白い経験が。ごめんね、車のライトで照らされたときに、そのウサギらしいものがまず目に入ったでしょ、うん、その時はまだハマってた感じだったのかしら。もうそこまでは車の中から見た感じでは、もうその時は溝から出てると思います。もしハマってたら全体的に傾斜が車についていたと思うんですけど、車もあの、うん、普通の道路に
止まっているというか、まあ、走っている状態と同じ平行を保っていたので、で、その車のタイヤのところに、うさぎらしいものが集まってた。そうですね。なんかごそ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 しているのが見えて、可愛かったですね。なんかこう、映画みたいに映像が目に浮かびました。ああ、よかったです。ありがとうございます。ね。メルチオさんもなんかすごい昔に話したお話覚えていてくださってありがとうございます。メルチオではなくてメルネコパンダが覚えていた話を、ちょっと、すみません。大変申し訳ないんですけれど、私の姉と慕ってるセバチオからちょっと連絡をいただいたもので、ちょっと私これで失礼させていただきます。芸が細かいわね。申し訳ございません。なんかお電話してる感じがしたけど。申し訳ございません。私の姉からの電話なので、はい、申し訳ございません。そういうことだったのね。お会いできてよかったです。こちらこそです。メルチオちゃん、メルチオちゃんね、まあなかなか大変だと思います。またね、はい、ありがとうございます。また呼んでいただければ、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、今後とも。はい。今後ともよろしくお願いいたします。それいります。ありがとうございます。それでは失礼いたします。ね、はい、次回はお屋敷で。恐れ入りません。またいらっしゃってください。はい。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。ゲー細かいわね。あれ、マジの電話だと思いましたよね。やってください。マジで電話かかってきたと思ったら抜けるための電話よ。素晴らしい。おかしい。抜けるために電話して呼ばれたからと言ってね。辛すぎる、うん、すごい。しんどかったのよ。絵の具があれ絵の具なんだ。あ、受ける。道路じゃないので、ね。あれ、しんどいのよね。この中、すごいメイクしたりするとずっとそれでいるってね。だって、地肌に絵の具はさ、いや、絶対ね、ってもう、その後の、こう、後遺症がだいぶ続くだろうよ。うん、ダメージ。早くね、顔洗いたいからね。面白すぎるやろ。あ、そういえば、何か食べたりしてます？あ、おい。お菓子とかもご自由に食べてね。私もいろいろね、パリンコとかね、ハッピーターンとかね、ありますから、ね。じゃあ、後でお菓子を取りに行ってきます。あ、そう？食べながら、あ、じゃがいこ、ホット何、スパイシー？じゃがいこ、おいしそう。ホット&スパイシー。え、ゆうちゃん辛いの好きなんだ。はい。あ、いいわね。私も辛いの好きよ。好きなのにお腹すぐ痛くなるの。ああ、わかる。いつもね、だいたい朝はね、お腹痛いって言ってる。わかる。食べるんだね。私もお腹弱いけど。お腹痛くなる人に好きなんだよね。ねえ、なんかやっぱこの刺激物をね、入れたいわね。口に。なんかこう、唐辛子とかかけないとなんかもう刺激が足り、刺激を欲してるんだろうね。何普通のお料理っていうか、あれにもわざわざ唐辛子かけちゃう。感じ？普通のお料理？うん。普通のお料理、あ、でもなんかかけて良さげなのはかけるよ。できる限り。うん。できる限り辛くして食べたいって感じ。そう、できる限り辛くして。そう、で、お腹がすぐ痛くなる。九州だったらさ、柚子胡椒とかさ、なんかほら、地域で美味しい香辛料ある。ゆうちゃんとこ、佐賀はなんかある？あ、あるよ、明太よ、明太。明太は福岡よ。うん、明太。そう。柚子胡椒か、佐賀も。柚子胡椒もある。美味しいよね。そうそう、何にでも柚子胡椒。なんか、わさびとか、からしとか、例えばおでんとかさ、からしとかのイメージじゃん。でも柚子胡椒だったりする。佐賀は何？佐賀は柚子胡椒なの？でも、で、柚子胡椒で有名じゃないけど、でも、うん、手作りのとか売ってあったりするよ。あ、美味しそう。美味しい。ねえ、いいわね。うん。まあ、柚子っていうのがまたいいわよ。うん。うん。ねえ。横千代ママのさ、今日のなんかファッションのポイントある？ファッションね。それ、昨日と一緒でしょ？そう、生配信でね。
生配信で来てたのと一緒だよ。いや、めっちゃスタイルいいもん。そうだね。ワンピースなんですか？あ、ワンピースよ。え、かわいいわ。うん。素敵じゃないですか？赤大好きです。素敵だって。素敵。だったけど。私、お洋服赤と黒しか着ないんですよ。おお、そうなんだ。小物とかも全部。うん。大会カラーだわね。そうなんです。だからすごく嬉しくて、大会カラー。もう10年ぐらい、もっと前からですかね。もう決めてしまって、もう赤と黒の人生にしようと思って。あ、ちょっと見て、今日の画面みんなほら。そうなんです。私も赤い T シャツにすればよかったと思って。いや、でも黒もいいしね。そう、豆柴ちゃんが、あんま赤いの着てるところ見た覚えがない。黒のイメージがある。あ、そうですね。ほとんど黒です。うん、あ、赤って言っても、すごくアンミカさんじゃないですけど、100色ぐらいあるじゃないですか。うん、でもなんか気に入った赤がなかなか見つけられなくて、うん、そうなんです。私も、わかるわかる。メガネも赤だよね、メガネ。あ、ほんとだ、ほんとだ。ね、赤だ。はい、うん。いつもはこっちなんですけどね。あ、メガネすごい好き。まあ、かけてないと見えないんですけど、うん、メガネをしてる顔の方がみんなにいいって言われてコンタクトをやめました。そうなんです。なんか、メガネがないとちょっと寂しい顔だって言われて、コンタクトだったんですけど、ね、雰囲気変わる方いますもんね。飛行機の仕事の時はメガネしてると、うん、ああ、危ない。乱気流で目を傷つけるといけないんで、メガネ着用は私の、うん、エアラインは禁止だったので、うん、こんな感じで。うん、ああ。すごいよ、そう。うん、私、メガネつけちゃうとさ、あれ、たけちゃんも言ってるけど、目がちっちゃく、すごい目が悪いから。うん。暑いから、目がこんなちっちゃくなるから、うん、絶対コンセプト。そう、たけちゃんもすごい気にしてたよね、収録で。メガネつけて、昨日も。うんね、でも、そっか、でも実際にレンズの作用で、物理的に、他人から見た目が、ちょっとちっちゃく見えるっていうのはあるよね、うん、確かにね。うんうん。うんうん。まあ、メガネ、あ、そう、あれは度数でそうなっちゃうってことかな。メガネの度数によって。近視のメガネだとそうなるのかな。あ、そうそう、悪いとやっぱりね。多分そうだと思いますね。だ、ね、ケントデリカットのメガネ買えば、大きく見えちゃうから。とりあえず。そうそうそう。ね、あれを買えば。うん。ね。なんか配信で横ちゃんがさ、なんだったっけな、ひげじゃないわよ、これは鼻毛だよって言ったところがめっちゃおかしくてさ、鼻毛にめっちゃプライド持ってるやんと思って。もうひげかしてもんね、鼻毛がね。ね、誰か男の人が誰かにコメントでさ、ひげがって言われたらさ、ひげじゃないわって。ね、女子がほら、ひげ生やしたらおかしいでしょ。うんね、今は鼻毛の時代だからね。あ、時代だったんだ。私も書いちゃおうかしら。ああ、いいわね。大変、鼻毛が増えるね。頑張って書いてみようかしら、今度。なんかやります。私もやってみようかなと思うけど、やっぱりこう、いや、これがこう、ほらね、いずれほら、100万人のね、登録者数の人たちにこう、見られた時にね、って思う。本当にね、アーカイブで。そう、やっぱり、ね、やっぱりやめよう。ね、その時のね、その時はいいやと思ってもね、後々、後悔する時があるからね。そうそう。あらららーってね。ちょっと消してほしいわーなんてね。知り合い見ないでーみたいなね。そうだよね。本当だね。うん、今、でもさ、500人超えたんだったって。500人あ、まだ。まだ500人前。480。そうだよね、うん。もうすぐですね。うん。いいテンポだよね。ね、うん、ね、うん、に再生回数めっちゃ伸びてるよね。ね、伸びてる。
たまにすごいよね。ああ、どうしたか。まあ、よくねえ、YouTube っていうか、ね、あの、アルゴリズムがよくわからないっていうね。あ、そうね、そうそう、アルゴリズム、ほんとね。すっごい伸びるときって、あの、わけがわからないってね。うん、うん。コメント読もう回もね、2回目だけ、ドンって伸びてたりね。うん、うん。なんだろうね。面白い。面白いね。うん。今日の横千代ママのまたその唇がさ、またすごい綺麗な、嬉しい。もうジョーカーのように笑って、ね。ジョーカーのように。ちゃんとした口紅なの？そのメイクも、メイク道具ちゃんとした？私ね、やっと口紅買ったの。うん、今まで忘れたの？マジック？なんてかな。こういったボトル型のね、前までポスターカラーだったのよ。うん、あるね、あるある、うん、こんなちっちゃいやつでしょ。そうそうそう、うん、あの、うん、家にあったのがそのポスターカラーしかなくて、赤いのが。でもそうそうそう、肌がそれこそそんなのねえ、おかしいですよ、新横のお家に口紅置いてあったら。まあね、まあね、ね、その時にあったの、その時にあったのがもうポスターカラーしかなかったのよ。ポスターカラーはあるのね。そう、ポスターカラーある。で、私もやっとね、口紅買って、このワンピースも買って、私、ね、一体何、私一体何の買い物してるのかしらってね、もう。素敵。何をこれ選んでるの、口紅とワンピースと。もう一緒にお買い物行って差し上げたかったですもん。絶対楽しい。毎日届くよ。いろんなものが。ね、本当だね。全国の横千代ファンから大変なことになる。だって、まあね、はるくママちゃんもその衣装はさすがに普段着はできないだろうけど。これはね、もうそう、うん、もうこれ使うことないから、うん、もう。だって洗濯もできないし、これ。ああ、したら消えちゃうっていう。そう、したら消えちゃうと思う。うん、もったいないから、飾っとくね。あ、ほんとだね。私もさ、これ、もう普段着ができないからさ。いいじゃん、着て。もう2日連チャンでも着ちゃうしかないわよね。もう、そう、もったいないからずっとそれを着なきゃいけなくなるよね。すごい。私もなんかすればよかったです。前回はね、あの、みんなでパジャマ着てさ。うん、そうだった、そう。あのパジャマもまだ置いてあるけど、普段着れないからね。あの、サテンの。サテンのセクシー。ならパジャマにできるからいいよね。あ、まあね、まあね。まあ、お出かけしなければね、まあ。うん。豆柴さんといえばさ、いつもその綺麗な髪の毛。ブリー、うん、すごい、いつも綺麗。そう、もう。もう、ずっと、コロナに、世界がコロナになった年から、あの、金髪にしました。ああ、うん、それ前ではずっと黒。あ、黒ではなかったですね。あの、メッシュを入れたりとか、ブラウンにっていう形で少しずつ、ですね、うんうん。すごい白髪が多いので、あの、白髪染めしてるよりも、もう、もはやこっちが黒く、白くしてしまった方が。でも、綺麗に、ね、染まってる。早いんじゃないかと思って。誰かも言ってた。誰かが豆柴さんだったっけ？誰かが、そう、白髪が増えてきたから、それをもう隠すために金髪にしてるっていう人がいたけど、だったか。いや、でも、私の周りとかでも、あの、うん、もう逆転した方がいいんじゃない、うん、で、黒生えてても、こっちの、うん、白のイメージが強いんで、うん、白髪混じりが生えてても、あ、意外と結構黒いんですね、みたいな感じで、こう、色が同化するというか、うん、多い方に持っていかれるような感じで、錯覚で、意外と黒いじゃないですか、なんて言ってもらえるので、うん、うん、この方が楽ですね。なるほどね。黒くて白髪が出てくると、うん、まあ今の私なんだけど、うん、
あの、まあ、黒とか普通のブラウンに染めて、赤が出てくると、もうほんのちょっと2、3本でも。そう、すごい目立ちますよね。ああ、確かに確かに確かに。ぐっと抜けちゃう。そう、こっちが黒くて、白髪混じりの、うん、まあ、地毛が生えてきても、全く気にならない。うん、ただ、地毛が増えるっていう感じなので、気持ちも楽ですし。確かに。ああ、なるほど。あと、どのくらいの方が受け入れてくれるかだけなんですけれど。あったよ。あ、ピンクってこと？そうですね。あ、でももう、ね、そのスタイルが豆柴。そうですね、なんかもう、定着してしまったので、ね、うんうん、全然逆になんか黒いあの地毛の頃とか茶色い頃忘れちゃったって、うん、みんながおっしゃってくださるのでもこれでいいかなと思っております、うんうんうん、いいわよいいわよ、うんうん、素敵。クバがめっちゃ厳しいから、うんうん、ちょっと落ちてくるでしょやっぱ、うんうんうん、こう色が落ちてくると明るいですね。染め直してくださいって言われるの。あ、厳しいですね。へぇー。まあ、そこで私は自由なんで。大丈夫。うん。あ、ちょっと明るいともう染め直しされちゃうっていう。そう、私だからすっごいしょっちゅう昔は言われてた。本当、うん、1週間後に染め直しとか。うん。へぇー。いいのです。私の職場。うんうん。厳しいですね。うん。うん。あ、私もそうだな。病院だから。ああ、そうね。染めたいんだけど。うん。まあ、染めてるんだよ。あの、染めてるのではないし、うん、染めてる人多いんだけど、やっぱりブリーチはやっぱり目立つから、すごいやりたいんだけど。うん。うん、すごいやりたい。確かに、病院はね。うん。やりたい。うん、いいわね。ねえ。大岡ちゃん、大岡ちゃんが金髪姿になるの見たいわ、私。仲間が増えます。チーム金髪ですよ。でも似合いそう。ね、ああ、ありがとう。うん、なんか、どっかで連休取って、連休デビュー。ぜひぜひやってみてください。その時また一緒に、ねえ、ぜひぜひ。シスターズで。あのちょっと髪の毛抜けたり切れたりしますが大丈夫です。やっぱりダメージは受けるってこと、ね、そうですね。もうメンテナンスが大変ですね。あのパサパサにならないようにトリートメントしたりとか。綺麗じゃないと思って、うん、で結構ほらお客さんとか金髪の人なんかもバッサバッサな人がいるけど、うん、ああそういうこと、うん、めっちゃ綺麗豆島さんも、あ、サラサラしてますわね、うん、うん、そうだ頑張ってます、うん、頑張ってあ、うん、そうだね。ゆうちゃんの今日のさそのメッシュかわいいね。いいわね。うん、素敵です。なんて言うんだったっけ、エクステーションだ。エクステーション。これ全部エクステーション。私この辺くらいまでしか髪の毛ない。ああ、そうなの。かわいいかわいい。うん。髪自体も、あ、そっか、そんなロングヘアじゃないもんね。そうですもんね。あ、そっか、色。いや、ロング似合います。つけたの今日、頑張って。ああ、すごいかわいい。素敵、ね。数ヶ月前までは三つ編み。ビンズコメガネだったのにね。あるよ。あれも、うちもなんかいろんなものが増えてってるからさ、どんどん。すごい。皆さん、小道具が。そう、小売り物いっぱいあるよ。素晴らしい。ああ、いいわ、それ。かわいいわ。ねえ。うん。似合ってる。本当似合ってますね。うん、ありがとう。やっぱりね、はるくママちゃんは優等生の人生歩んできたからね。そうそう。まあ、そういうの。うん。そう、ガリ勉は卒業しました。ちょっとそういう格好も憧れちゃう。ずっと優等生は疲れますもんね。うん。うん。パーッと弾けないとね。うん、うん。でもあれでしょ、そのさ、勉強進学校だったり、国立大学、はい、はしたけど、その暗いとかさ、うん、なんていうの、うん、勉強しかしてないとかではなかったでしょ。ずっとこう友達もいてワイワイはやってたんでしょ。そう、キャラはそんな全然してないよ。しないで、そんな進学校行って大学行くなんてすごいね。
や、うん。いや、大学入試ぐらいまでは、さすがにやってたかな、うんうん。でも、大学入ってしまえば、もう、バーッとやってた。うん。なんかバカらしくなっちゃって本当にあんなに3年間すっごい頑張った勉強が、うん、全く大学入ると役に立たないじゃん、うん、なんかそれで何やってたんだろうあの 3年間みたいな、うん、それでもうバーっとうんうんうん、ほとんど授業出てない、あの友達とかにいつも、うん、あの代弁あの要素、あの、返事代わりにさせて、うん、もう今日私行かないからちょっと書いてて、みたいな。あらら。私大学行ってないからさ、わからない。よくドラマとか学園もののドラマや映画さ、うん、大変って言うじゃん。あ、メルちゃん。あ、おかえり。おかえりじゃないや、いつも。あ、何お風呂上がりみたいな。銭湯そこ。ご無沙汰しております。お久しぶりです。お久しぶりです。すいません、どうも。ちょっとほんと、ちょっと聞いてよ、もう。聞こえる？あ、聞こえるわよ。はい。あのさ、いや、うん、あのね、私ほら、ポジティブじゃないからさ、あの、うん、ね、あの、知り合いのメルチオってやつがね、ちょうど、うん、あの、暇そうだったからね、うん、あの、お願いしてね、あの、うん、私、ちょっと温泉でちょっと、のんびりしてたのさ、そしたらあいつさ、いきなり帰りやがってさ、超ムカつくわ。もう、急いでさ、もうなんかタクシー乗ってきちゃったからさ、もう、浴衣借りてきちゃったんだけど、超やばい、ちょっと、後で返さなきゃ。メルちゃんの、メルちゃんの今それやってることを台無しにするようなこと言うけど、ほんと芸が細かいわな、あなた。あだーす。素晴らしい。めっちゃさっぱりしたって顔がもう。ね、本当にもう早くすっきりしたかった。うん、お疲れでした。今で自己紹介し直して大丈夫ですか？あ、いいわよ。どうぞ。もちろんです。はい、はい、どうも、海外ライフご覧の皆様、お久しぶりでございます。ポジティブ3姉妹、次女のメルネコパンダです。よろしくお願いします。全然ポジティブじゃないよ。さっきより本当、喋りやすくなった感じがするわ、ね。いや、キャラの作り方って難しいね。キャラの作り方言っちゃった。本当にありがとう。いやいや、天才だから。芸が細かいわ。女優ね。女演女優賞も。女演女優賞、ありがとう。嬉しいわ。もうしんどくなっちゃったっていうね。あのそう、もう本当にね、この辺がね、もうカピカピしてきちゃうからね。うん、お酒取りに行ってきます。あ、いいですよ。いってらっしゃい。らっしゃい。え、何の話してたの、みんなで。何の話だっけ。ゆうちゃんの大学、その、あ、お勉強しなかったという話ね。そこから大学行って、すごい、ね、勉強してたんだね、うん。でも勉強ばっかりじゃなかったでしょって話してたら、うん、大学で受けちゃったって。ああ、なるほどね。ぐれちゃったんだね。うん、そうか。いや、超かっこいいじゃん。ねえ。なんか、ポーズが止まらない。なんか、あの、小倉だ、あの、福岡とかさ、小倉とかにいっぱいそうな人だよね。ねえ。成人式とかいっぱいそう。成人式とかいっぱいそう。いいね。ウケる。初めてじゃない、そんな。あ、そうだ。こんなのも作ったんだよ。ああ、ありがとう。待って、ミラーにしちゃったからダメだ。ちょっと待ってね。ね、ミラーにしちゃってるとダメなんだよね。あ、ミラーに合ってなかったよ、今。大丈夫、うん、映ってる、映ってる。うん、映ってる。あ、うん。高さ落ちになってないよ。なってない。あ、よかった。なってないわよ。うん。うん。終わるかい。芸が細かい、本当に。すごいよ。そう、うん。そう。これだけ仕込んどいて、あいつ逃げやがったからな。ぶれないな。本当に。今日すごいバカ、メルチオやばかったよ。本当にちょっと後であの横浜港に沈めてきます。ちょっと沈めてきますで思います。ちょっと聞いてよ、あのね、うん、ちょっとね、ポジティブ3姉妹っていうか、あのお姉ちゃんと妹に聞いてほしい話がございましてですね。うんうん、聞いてもらっていい？今、話を言って。ああ、いいよ、いいよ。あのさ、うん、前にさ、あの、収録させてもらった時にさ、うん。あ、ごめん、私ちょっと今、冷笑受けてて、喉の調子悪いわ。うん。あの、
新潟のさ親戚でさ、あのほら行方不明になった人いたじゃん。あれさ、とあるね、ちょっと顔見知りになったね、あの霊能者さんにね、ちょっと言ってみたの、その話を雑談兼ねて、そしたらさ、あ、車にひかれたねって。ね、メリちゃんもうちょっとほら前のその時の話の概要。ああ、うん、そうね。親戚のおばあちゃんだっけ、ね、親戚のおばあちゃん、私のその父方のその親戚のね、うん、あの本家のとあるおばあちゃんがその行方不明になっちゃったっていう話は聞いて、うん、で、うん、その人がその新潟県っていうこともあって、うん、まああの北の奥にね拉致られたんじゃないかっていうふうに私は子供の時には聞かされていたんだけれども、うんうんうん、70代だったっていうね、行方不明当時ね、だからそういうことはないだろうと、ただその事実とりあえずいなくなったということだけは分かってたんだけど、その後の消息は不明っていう風になってて、そこで話が止まってたと、うんはい、そしたらそのどうやらその海沿いの道があるんだけれども、そこを歩いてた時に車に轢かれて、さらにそれを山に埋められたと、うんうん、なんかね痛いっていうかね、その成仏はしてるんだって、うん、だけどその惹かれた時の痛いっていう感覚と、その山に埋められたっていう映像が見えたよっていう、うんうん、じゃあまだ山にいらっしゃるんだ、おそらく、うんうん、ああそうね、その時は海でっていう話だったけどね、うん、そう本当は山だったっていう、山だったっていう、うん、そうすごいびっくりして、うん、うん、そうなのよ。だからちょっとね、今日ここで、あの、二人に聞いてもらいたいと思って、あの、横丁さんもだけど、三人に聞いてもらおうと思って。うん。うん、うん、うん、うん。そう。すごい。あの後の話、収録の後に、その霊能者さんに。そう。もらったっていうか、うん、聞いて。たまたまちょっと雑談で、あの、いろいろ話してたら、うん、そう。そういう。でも多分そうだと思う。うん。そう。すごいね。そうなんですよ。でところが私本当霊障がやばいんだけどさ、うんうん、あの何の霊障なの、どこに行ったの、続けてさ、ちょっとごめんね、あの続けてなんかいきなりとね登場してこんな、あのすごい嫌な話ばっかりでごめんなんだけど、うん、いいよ、あのさ開会ライフのさ火曜日のさ、うん、しあのリンスケさんの心霊写真見た、あ、はい、あ私はね見なかったの、うん、あのでっかい何どっちの方、車の方、車の、あ、はいはい、車のあれ見て、うん、でも、まあ、私どっちも見てるけど、うん、あれを見た日の夜にすっごい熱が出て、うん、で喉がすごい腫れ上がって、うん、そっからずっと夏風邪ひいてんのでね、ついこの間目から血の涙が出たのさ、うん、え、怖い、で、はぁと思って、その目から血が出ることなんてあるのって、ないない、あ、でそれをそのさっき今言ったね霊能者さんに、うん、あのちょっと聞いてみたの、うん、その目から血が出ることってありますかねって言ったら、うん、あ、それはちょっと食らってるから、で、あの塩を白い犬のでくるんで枕にして寝なさいって言ってくださったのね、うんうん、で一応楽にはなったんだけど、本当ね、うん、一声も出なかったの、ついこの間まで、あーとかも言えなくて、だから私酒飲めないくせに酒焼けとかって言われちゃうぐらい、うんうんうん、いや、あの写真やばいよね、私だってやばいよね、そう、あのほらコメント読もう会でさ、コメント読んでたじゃん、うん、もうあの時もあの話をするだけで、うん、あの何何にもなかったのに、それからもう震えが止まんなくなって、それくんママほら耳がいいから、そう、だからもうあれは多分やばいと思う。その後のコメントね、他のコメント読み出したらピタってなくなる、その時のコメントだけ、マジで、そうだからね、あれは私ももう一瞬はってなってすぐもう目そらしたんだけど、だって今その話をしててもなんか背中がやっぱりするよね、そう、ガン見しちゃったもんだからさ、怖い怖い、もう本当ね、びっくりした、もう皆さんもお気をつけあれっていう軽メルちゃん、ちょっとなんか食らいやすいのかな、
ああ、どうなんでしょうね。なんか、信州会談会の後も食らってたよね。そうそう、信州会談会もね、あれ、水沢さんからいただいちゃってね。うん。水沢さんの話でね。そう。お話で。その水沢さんの話からいただいて。そう、お持ち帰りしちゃってね、ごぼごぼごぼってね。うん。そう。あれも湖にちょっと沈んでるって話ね。そう、湖に沈んじゃったって、自殺された方のお話をしてて、うん、そう、それがそのままこっちに来た、みたいなね。うん。最近ちょっと食らいやすいかもしんないな。ね。なんかね、防げれないかな。そう。なんかね、私ね、この辺に妖精がいるらしいんだけどね。うん。そうそう。どこ行って妖精妖精って。妖精。フェアリー。うん。そう。アルトちゃんさ、来たらアルトちゃん見えないのかな。そう、ね、気になるんだよね。私、アルトちゃんさ、直接ご本人にもちょっとお会いしたことがあるんだけどさ。うん。そう言われたことないからさ、ちょっと今日聞いてみたいなって、うん、悪いものもついてるのかもちょっと聞きたいしさ、うん、うん、すごいだから気になる。うんうんうん、そうそう。その妖精のね、なんかなんだっけ、なんかね、そのさっき言った霊能者さんが、やっぱ言葉が、うん、その子の言葉が分かったみたいで、うん、どっから来たっていうのとか、あと私に対するメッセージとかも伝えてくれて、うん。その妖精さんはいい妖精さんなの？そうなの、そうなの。熊野神社って私がすごいしょっちゅう行ってる、神様があるんだけど、そこから来たんだって。へぇー。そう、前にさ、ほら、呪われてるから神社行ってこいって言われたことあったじゃん。うん、ごめんなさい。どんな話だっけ？呪われてるから神社。呪われてるからね、神社行ってお祓い行ってこいってね、とあるサロンメンバーの。ああ、そういうこと。はいはいはい。そう。で、じゃあどこがいいですかねつって、近所の熊野さんでいいですかねって言ったらいいよって言うから、うん、で、じゃあとりあえずじゃあ熊野さん行くかつって熊野さん行ったら、うん、そこから来てくれたんだって。だから、ちっちゃい、この辺で、ね、いいわよね、守るよって言ってるらしいよ。うん、なんか、うん、眷属じゃなくて妖精なの？妖精さんだって言ってましたね。へえ、うん。なんかそのもともときっかけ言ってくださった方が、その竹千代さんのところで一緒に収録させていただいた方で、うん、その方が見える方だっておっしゃるんです。うんうん、その方がそういうのが見えるって言ってて、その時はね、光しか見えないっておっしゃったんだけど、うん、収録終わった後にね、絵付きでくださってね、うん、すごい可愛い羽がね生えたね、うん、こうここでこうヤマトのさ、うんうん、愛の下さ、子がさ羽生やしてそばにいるんだって、うんうん、へー、うん、守ってくれてるんじゃん。うん、一応ね。でも、それでもこんなに食らってんだよ。だから、妖精がついてるって言われたら嬉しいね。あ、そうね。そう、ね、そう。だから、この収録までの間にあった、ちょっといいこと。うん。そう。え、メリちゃん、その血の涙が出たって、そう。なんか、病院とか行ったの？なんか、その病的なことではない？そう、一日で終わっちゃったから、うん、そう、こう、うん、それでいいや、みたいな。うん。ごめん、笑ったのはね、横千代ママがすごい今不安定、不安定でさ。そうですね。あ、これよくね、最近あるの。あら。あったか、ごめんね、笑っちゃった。ケーブルだと思うんだけどね。うん。そうそう。横千代ママの昔のさ、70年代のなんかレコードジャケットのアイドルみたいな写真、自分で貼った。あれ何？あれ本当の写真？ゆうき、新山ゆうきくんの昔の写真？あ、本当の写真よ。どう作る？あれはね、うん。なんかこんなんやってるでしょ？なんか。そうそうそう。70年代のディスなんかディスコ。これはね、実は、岡本太郎の真似してるのよ。ああ、なるほど。うんうん。岡本。アイコンじゃなかった？そう、アイコンよ、ずっと。ですよね。うん。一時期かどうかわかんないけど、うん。岡本太郎でこういうポーズのはね。うん、ああ、うん、ね。芸術は爆発だって。かね、うん。なんだこれはとかね。うんうん。好きなのよ、岡本太郎ね。
そうだね。メルちゃんがその血の涙っていうのがびっくりするわ。血管が切れちゃってさ、目が真っ赤になるときはあるじゃん、疲れてた。あるね。そう、じゃなかったんですよ。痛くもなんともなく？そう、痛くもなんともなかった。なんかね、コンタクトしてるじゃん。あ、片目がすごいコロコロするなと思って何回もつけてたらさ、そうするとほら、涙が溜まってくるでしょ。うん、でそんでさ、ペーパーでこう拭いたらさ、真っピンクなの。怖っ。びっくりしたでしょ。普通ピンクの涙ってないよなって思ったから、うん、ああ、血が出たんだと思って。絶対病院行くよ、私だったら。そうだよね。びっくりしたでしょ。あ、びっくりはしましたね。ねその日はだからコンタクトしないまま、うん、まあ、あの、仕事場であのびっくりして、そのままあの外したまま帰って、うん。そう。でも次の日ね、あの、普通にできちゃったからもういいやと思って。うん。まあね、なんか。再発しないことを願う。そうですね、うん。うん。でも眼科は行った方がいいと思う。行った方がいいと思う。でもね、見てもらってさ、何にもなかったら安心するもんね。そうなんだ、うん。そうそう。でもね、ずっと右目の調子が悪かったのはあるんだ。うん、だから、いよいよ血が出たみたいな感じだったんでね、うんうん。そうそう。でもまあ、タイミング的にちょっとね、冷笑かもしれないなと思って。うん、そう、せっかくだからちょっとここで話してみようと思ったんだ。うん、あのリンスケさんの写真は本当やばかったね。やばいっす、うんうん、リンスケさんの作ったがやばくない、うん、あれ大丈夫なのかな、リンスケさん。ねえ、本人はケロッとしてるじゃん、すごい、うん、そうそう。え、どれぐらい見えました、お姉ちゃんは。私ね、まず車の中の顔がまず見えたのね、小さい顔が、うん、あの光のとこですか。光じゃなくて、なんかね、向かって左かな、画面の写真の向かって、あの助手席のヘッドレストって枕みたいなのあるじゃん、はい、うん、そのヘッドレストかなって思ったけど、まあ顔、うん、まあ心霊写真の顔だったのね、うん、と思うのね、うん、それと中に写ってたリアルなご友人か知人か、うん、リアルな人間も、まあ、知人なのに失礼な話なんだけど、すごい不気味に映ってたし、うん、指の高さとかも変だったし、目もこういっちゃってる感じだったし、うん、うん。で、って思って、で、こう、ふって、こうやって、ふって一瞬こう、意識が引いたら、もう、全体が顔やんって。うん。の外側、車体の外側、全体が顔やんって。うん。ひーっと思って、あれ怖かったね。あれ、うん、こっちの、あ、左側か。車の左側の光のあるところに二人いたんだけど、それって片っぽはじゃあ生きてる人間ってこと？いや、多分それじゃなく、実際にほら、生きてる人間はいなかったよね。車内だけよね、一人。あ、だからそう、車内に一人いたでしょ？車内に一人はどっち側にいました？右。こっち？うん。向かって、え、自分の向かって右？うん、リスナーから画面向かって右に、うん、右側に2体見えたんだけど、私先に大きい顔が見えたから、あ、左って言ってるっけ、車の中、ね、うん、画面に向かって右に普通に人間は乗ってたじゃない、車の中に。あ、そうなんだ。もう最近見てないから、もう見ないけど、で、多分その光っていうのは私はあんまり気になってなかったかもしれない。メルちゃんが言ってるのは私はあんまり気になってなくて気づいてないと思う。ああ、でも光は別にあの、そういう霊体とかじゃなくて、その、うん、あの位置的にライトに対してっていう感じで見てた。うん、一番、あの、でかい顔が見えちゃったから、うーわと思って。あ、でかい顔が見えたんだ。はい。そうそう。で、あれがその多分ファミレスの、写真と同じ花の形に見えたんだよな。ああ、あのスマホを下に向けてたのに。はい。はい、そんで、すごい顔しちゃったら、その考察めっちゃ怖いのよ。うん。同じ顔、あ、ほんとね、うん。うん。そうそう。確かに。かもしんない。ていうか、リンスケさんずっともう、あの、カムイコタンから女がついてきてるって自分で言ってるもんね。まあそうですよね。でさ、あのスマホのやつがやっぱり目じゃん。うん、目だったよね。目の方にだからメルちゃんの来たんじゃないっていう。
ああ、ほんそれ。ゆうちゃんが震えてる。いや、そういうことか。今私も鳥肌立った。やばいっすね。あね、目だもんね。そうですね。お払い行ってきます。人にお払いけとか言ってる場合じゃないや。自分が行ってこなきゃ。うん、うまい。いや、気をつけよう。心霊写真怖いな。怖いね、うん。怖いね。こんなもらうとは思わなかった。時間。本当にいつも言ってるよ、霊感レンタル親父さんが。なんか動画とかね、写真とか怖いって思ったら、その瞬間にね、もう、秒でね、もう移動してくるんだって。だからもうね、見ちゃダメっていつも言われてる。そういうこと。あ、怖いはなかったな。やっぱり移動する。テレビ番組とかもあるじゃん。最近会ってたけど。ん？あんなのも怖いって思ったら、うんうん。この瞬間に、もう瞬間移動してくるから、もうずっと見たらダメだって。言われる。なるほど。だから、この間、凛介さんのも、あ、怖いと思ったから、私はもう、見なかった。うん、ああ、そっか、そっか。ああ、そうだね。危ないね、うん。うん。そっか。いや、なんかほら、あんまさ、霊感っていうか、もらうつもりなかったからさ、来るだって。そう、そう、そう。びっくりよ。そういうことあるんだね。うん。気をつけよう。気をつけましょう。ということでね、はい、今ね、ちょっと1時間ぐらいもう経っちゃったんで。うん、あら、うん、本当だ。ちょうど1時間経ってる。なんか誰か、すっごいショートな、不思議なお話ありませんか？それを、エンディングに、1本目の。うんうん。すっごいショートな。すっごいショート。あ、マミショーさん。お願いします。まね、すっごい、どのくらいすごいショート。5分以内。5分以内。うん。のショートな。私もなんか今日なんとも何にもしてない。何もしてなくたって豆柴ちゃんいっぱいあるからその中から選んでるだけでしょ。うん、私みたいなすっからかんの中からどれをしようかな、何しようかなって。入れるのが何個かしかないからさ。私でも結構真面目よ。だからといって作り話をしようとは思わないからね。本当にないんだから。そうね。あ、豆柴ちゃんある？え、いける？あ、なんか人コアみたいなのでもいいんですか？あ、いいね、いいね、いいよ、いいよ。本当。最後このゲストちゃんのね、お話で終わるという、はい、一本目は。はい、私の、おじが、もう亡くなってしまったんですけど、うん、刑事をしていた方がいらっしゃって、で、その時は、もう二十歳を過ぎてたと思うんですけれども、うん、ちょっと用事があって、うん、そのおじのおばさんがちょっと体が弱くて、届け物ができないから、うん、豆柴ちょっと代わりに行ってくれないっていう形で、うん、その時、おじが、勤務していた署に、うん、とあるものを、携えて行ったんですね。うん、で、その時に、すっごく署内がバタバタしていて、うん、で私もその時行くのが初めてじゃなくて、うん、他の方々も私のことを認識してくださってる方が数名いらしてたので、うん、おじがちょっと出払っていなかったので、うん、座っててくださいって言われて、廊下の、長椅子に座って待っていたら、うん、ちょうど私の目の前に、うん、ブルーシートにぐるぐるに巻かれた長方形の、そうですね、間隔だと1メーター50センチぐらいの長方形のブルーシートで巻かれた何かがこう立てかけられてたんですね。うん、で、うんうん、それで、なんか私も何かなと思いながら座っていたら、そこに座ってくださいって促されてた人とは別の方に、いや、そんなところに座らないでって言って、もう2メーター先ぐらいにまた長椅子があったんですけど、そこに、こちらへどうぞって言われたんですね、うん。別にそこは居心地が悪いわけでも、うん、何かもう物があって座りはにくかったわけでもないんですが、うん、いや、そんなところに座られてないでこちらへって言って、ちょうど2メーター先ぐらいのまた同じ長椅子に座っていたんですね。うんうん、で、いや、そんなに座り心地も悪くないのに、
あ、なぜ誘導してくださったのかなって不思議にしていたら、ちょうどおじが勤務が終わって帰ってきて、まあ必要なものを渡して、で、今の、なんかさっきあそこに座ってたら、わざわざなんかこちらの方に行って、大して環境も状況も変わらないのに移動させてくださったんですよねっていうのをおじに話したら、あ、あの長方形のブルーシートに巻かれたのは、昨日かな？昨日、うん、あの車の火災事故があって、あの、後ろのシートに、シートと一緒に、あの、ご遺体が一緒になって焼かれてしまって、シートなんだけど、その中に遺体が入っていて、多分、あの、気を使って、隣にしてくれたんじゃないかって、もう、おじはあまりにも刑事という仕事になりすぎていて、私にさらっとそれを言って、あ、ありがとう、じゃあ帰っていいよって言われたんですけど、もう私は帰れないくらい怖かったというお話です。うわ、怖い。おすげえ。落ちちゃう。めっちゃすげえ。後味が悪くてすみません。とんでもない、最高。最高。ああ、メルちゃん嬉しそう。メルちゃん嬉しそうね。そういう。メルちゃん特にね、人子は大好きっぽいから。大好き。もうえぐけれ、えぐけれ。もう笑顔になっちゃうってね、人子。ああ、いいっすね。もう本当にもう。もう、S の血が騒いで。ねえ、まあ、私も当時から割とこう、えぐめ、黒めが好きだったんですけれども、まあ、いざ目の前に、ああ、そういう状態のものがあるんだと思うと、なんか、どういう状況だったのかなとかリアルにちょっと考えてしまって、やっぱ YouTube とかテレビとかで、うん、まあグロい話は間接的に聞くのがちょうどいいんだなっていうのをまあ実感したっていう一例のお話でもあるんですけれども、確かにね。でもこんなものをその所内の共有スペースに置いてあるね。そうですね。多分安置所とかが確かいっぱいだったと思うんですよ。あのとにかくてんやわんやしてたので、それでまあおばも。多分泊まりになるから着替えようということだったので、多分その時なんか事件事故が重なっていて、もうとにかく置くところがないっていう。あ、なるほどね。一時的に立てなくそこに。そうですね。はい。ね、私たちからすればそういったの、うわ、なんなの怖いわって思うけど、刑事さんって言ったらもう怖がって出る暇がない。暇がないわね。そうですね。ね。だおじもなんか、あ、そんな気にしないで。ちょっと他の人も通りたいから豆しばが邪魔だったんじゃないの、うん、って言ってくださればよかったのに、すべてを、すべてを、なんか多分忙しくて、なんか、あの、柔らかく言い換えるっていうことができないぐらい多分忙しかったんだろうなっていうのを感じた日だったなっていう。それがお仕事だもんね。そうですね。そこで怖がってたりしたら仕事にならない。そうですね。うん、シートと一体化っていうのが怖い。そうですね。なんかかなり炎上して、うん、あの、目撃者とかがおられて、確か後部座席に一人いたっていう状況で、あの、鎮火してからいらっしゃらなくてみんなで探したら、え、シートに一体化なってませんかっていうことだったようです。うんうん、あの、後々おじに、あの、なんでそうなったのかっていうのをちょっと興味本位で聞いたら教えてくださいました。すごい。ありがとう、豆柴ちゃん。すいません、最後の5分。そうよ。豆柴ちゃんね、あの、3匹のうさぎのほっこりしたお話からもう。ギャップが。ねえ、あそこで私たちすごくメルヘンな気持ちになってさ。ねえ、いいわね。あの話、いい話だもんね。と思ってたらもう、すっごいの。ぶち込んできたからさ。え、でもさ、免許の更新の人とかいたらどうすんだろうね。ばったり会っちゃうじゃん。でも、署内でも、あの、課がそれぞれあって、あの、あ、そうかそうかそう。そのいらっしゃった場所は、ね、下の階じゃなくて、上の階の、あの、1課とか2課とかなので、あまり一般の方はいらっしゃらないので、多分上まで持ってったんだと思います。なるほど、なるほど。そうかそうか。外に置いてあるのかと思った。はい、ということでね、はい、豆柴ちゃんのお話を聞けたということで、メルちゃんも大喜びということでございまして1本目は一旦これで閉じましょう。はい、はい、ちょっともう一人のゲストの方が現れなかったですけども、2本目の途中で現れるかもしれませんということで交互期待ということでお願いします。はい、じゃあね、またね、いい夢見てね。